こんにちは、音楽日誌。今日は、翼をくださいの、さらに、ブラッシュアップしたバージョンをちょっと見ながら解説したいなと思います。ではまずいつものようにガレージバンドを開きます。はい、で今ガレージバンドを開きました。昨日のプロジェクトと同じファイルなんですけれども、いくつか追加点があります。まずピアノね、ピアノのところなんですけれども、スマートピアノの自動演奏のやつだと、ピアノの4つ打ちコードを、コード弾きで1小節に4回トン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 と打つ、これがですね、アルペジオというか、実際は渋打ちではなくて、タントン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 と裏に入ってるんですね。こんな感じで、これだとあんまりね荘厳な感じが出ないので、ここをもう手作業で変えました。なのでここはこういう風になります。であとね、ベースライン、ベースラインがさすがにねオートプレイ自動演奏のままだと、スムーズさに欠けてるところがあるので、そこも手引きでちょっと変えてみました。まあ、こんなところを少しずつ変えてます。であとねバッキングで、ストリングスとオルガンを入れました。あとギターも入れました。ギターは、これもスマートギターで、クラシッククリーンというやつなんですけれども、アルペジオですね。これにコーラスエフェクトを入れてます。オートプレイのデフォルトのままいじってません。これ割と素直な演奏なのでそのままにしてます。であとドラムね、他のドラマーもいろいろ試してみたんですけども、やっぱりダーシーがいっちゃんいい感じですね。ただ、プリセットのサウンドを変えました。前はホテルカフェっていうホテルカリフォルニアっぽい、かどうか分かんないですけれども、まあ、そういうプリセットを使ったんですけども、今回はサマーソングというものに変えてみました。こっちの方がしっくりくる感じですかね。こんなドラムですね。ちょっと手数の多い感じで、パーカッションでタンバリンも入れてます。であとはね、ストリングス、ストリングスがちょっと苦労しまして、まあ、普通にコード弾きでもいいとは思うんですけれども、まあ、できたらこのスマートストリングスを使いたいなというところでやってみてはいるんですが、例えばまあいろいろ試してはいるんですよ。ポップとかモダン、シネマティック、ただねポップチューンのバラード系のやつの、バッキングにこうスーッと流れるように入ってくるストリングスっていうのはなかなか適当なものがなくて、一番いいのはこのロマンティックっていうロマン派的な、ストリングスなんですけれども、これもね、ちょっと問題があって、そうコードが1小節内で2回変わるとき、200ぐらいで変わるとそれの音が混ざっちゃうというか、そのコードチェンジが反映されるのがだいぶ後になってしまって、コード感っていうのかな、それがなかなか出ないんですよね。このロマンティックのオートプレイに関しては、1小節コードがそのまま維持されることを前提として作られてるみたいなので、これは困った。ただ、音の選び方とかはすごい気に入ってるんですけど、でどうしたかというと、これをですねコードを、長く弾く、
2倍の長さを引く。で、2倍の長さ引いたものを、まあ、これ2倍の長さ引いたものを、スピードを2倍にしたんですね。で、それで辻褄は合う感じなんですけれども、この、設定のところで、見てみるとスピードが2倍になってるじゃないですか。これはそういうことなんですね。まあこれはテープで言うと、テープレコーダーで言うと2分の1のスピードにしてレコーディングしておいて、それを後で2倍にするという、あのビートルズが A Hard Day's Night とか In My Life の途中のピアノソロとかも同じようなテクニックを使ったんですけれども、まあ MIDI っていうか、まあこういうコンピューターベースの音楽だとそれがもっと簡単にできるという、音色は変わらないのでね、これでいいということになります。そんな感じでこの、コーラスサビのところの、ストリングスはあのこの、2分の1で記録してそれを2倍にするっていうテクニックを使ってます。まあ、ある程度自然な感じになったんじゃないかなとは思います。そう、あとオルガンですね。そう、オルガンもこういろいろ試してはみたんですけれども、このオートプレイいろいろパターンがありまして、で音色もね、クラシックロックオルガンというのと、あとソウルオルガンという、2つのパターンを試してみたんですけれども、ソウルの場合はちょっと、アーティキュレーションというか奏法が特殊で、ちょっと癖があるんですよね。それに比べるとクラシックロックオルガンの方が割と素直な弾き方をしてくれてる。で結局ね、これオートプレイを使ったんじゃなくて、スマートプレイの、コードをそのまま素直に弾いてったんですね。まあ、コードを自分で覚えて弾くよりはこっちの方が簡単なんで、そのやり方でやっています。最後にね、こういうコードを展開させて弾くみたいなのも、これでできますし、レズリースピーカー、ロータリースピーカーのサウンドをこういうふうに、これを入れることもできるので、ちょっと効果的に使ってみました。あとね、歌、ボーカルを強化しましたというか、妻音源鳥ちゃんの、前回は、昨日の段階では主旋律だけだったものを、まあ、主旋律もこう多少、歌のおかしい、ちょっと頭に合ってない、ところとか、あと一番最後の長く伸ばすところとか、いくつか修正しました。そしてそれをベースに、僕が入れているコーラスのオクターブ上を、僕ね3パターンぐらいコーラスで入れてると思うんですけれども、それを、鳥ちゃんにもやってもらいました。で、まあ、同じパートを僕と、彼女と一緒のパートをそれぞれオクターブ違いで歌ってると、ということで今 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 パートかな、ボーカルだけで14パート使ってます。これでちょっと今、流してみましょうかね。翼が
こんな感じで、まあ一応自分的には満足できるぐらいまで、完成したかなと思います。ということで今日の音楽日誌はここまで、ではバイナリー。